バナール級の外観バナール級の内部バナール玉は、スペースコロニーについての初期構想の一つ。フランス語読みで、ベルナール玉と表記されることがある。1929年、イギリスの物理学者、ジョン・デスモンド・バナールの著書、宇宙、肉体、悪魔理性的精神の敵についての中で提唱した案に基づいて名付けられた。長期間の宇宙滞在を目的として提案されている。 モデルの一つ。直径1 6トルの中空の玉で空気が満たされて2万から3万人が居住できる。1975年から1976年までスタンフォード大学で行われた将来のスペースコロニーの設計に関する一連の研究でジェラード系オニールはバナール級を改良した島一号を提案した。これは地球と 同程度の人工重力を生み出すために直径500メートルで分速1.9回転する球体モデルであり、気圧維持に適し放射線遮蔽効率が良い。最大10万人の人々を養うことができ、クリスタルパレスでは農業ができる。日光は国付近の鏡で窓を通して内部に導かれ、内部の景色は湾曲した巨大な谷となる。 オニールはより大型のスペースコロニーとして島2号を提案した。直径1800メートルで赤道部分の外周は6.5キロメートルとなり、14万人が十分な居住地を持てる。これは12日間で効率的な輸送を行うには十分小さく、工業基盤となるには十分大きいサイズである。ありがとうございます。